皆さんこんばんは、元男の子の青木かのと妹の芋吉です。パチパチする内容でもないんですけどね、今日本日は本邦初公開青吉の怪談です。いや本当そう、全然だからね今撮影時間が夜中の2時5分ぐらい、うん、ちょうど牛蜜時なんですけども、本日何をするかというと、私たち姉妹が今まで生きてきた中で体験したその心霊現象を2つずつご用意したので話していきます。でもね、私あの心霊とかなんか幽霊とか全然信じないタイプなんですけども、これそうだろうなっていうことがあったんですよ。私が初めてこれ心霊現象だなと思ったことが、芋吉と喧嘩していた小学、自分が4年生ぐらいで幼稚園ぐらいで、ちょうど私の母方のおじいちゃんが多分そのあたりで亡くなったんですけども、で多分2004年ぐらいに芋吉を私がめちゃめちゃ蹴ったりとか私はしてたんですよ、喧嘩してね、うん、でもう大泣きしてて、でこの後ろの緑の椅子あるじゃないですか、うんうんうん、芋口をこうやってうわーってやってる時にいきなり緑の椅子がバーンって倒れてきて私の頭にゴツンってぶつかったの、うん、なんでそんなこと起きんのかなって思ったのよ、うん、その時の喧嘩の内容が、うん、詳しく覚えてないけどだいぶ理不尽なことでうちが一方的にすごい悪いことをしてたんだよね、芋口に対して、うん、多分うさばらしの感じで小学4年生の私がなんかもう妹をいじめるみたいな、だから、うん、おじいちゃんがお前そんなことしちゃいかんみたいな感じで、うん、怒って椅子がうちに倒れてきたのかなって、うん、それはねすっごい鮮明に覚えてる。グランパが止めてくれた。そう、グランパが止めてくれた。次は芋吉さんにバトンタッチします。30秒ぐらいで終わるんだけど、小学校4年生の時に、うん、パパ吉の部屋でうちは寝てて毎日で、なんかちょっとわかるし、パパ吉の部屋ってさ、うん、なんかあんまいい雰囲気じゃなくない？一番冷える部屋だし、一番暗い部屋。うん、わかるわかる、なんとなくわかる。そうそう、だからうち未だに入るのがちょっとあんまり好きじゃないんだけど、うん、なんか小学校4年生の時に、うん、なんかパパ吉と一緒にそのじゃあもう寝るかってなって、うん、うちは携帯をいじってて、うん、だけいじってて、うん、で金縛りに会ったの。でも金縛りに会うってさ、うちその時初体験だったのね、はあ、すっごいうち覚えてんだけど、何かふわって通って、なんかうわ幽霊の雰囲気がするみたいな、幽霊の通った感じって思った瞬間に金縛りに会ったの。え、だってってことうちの家にいるってこと？いや通ったって感じで、それですごいうちはうわ幽霊通ったみたいな感じに思った瞬間金縛りにあって、うん、で持ってたガラケーを顔面にパンと落としたの。だから今思ってもやっぱ幽霊。そう、それが1個目ですね。なんかうちのが霞んだね。じゃあ次2つ目の体験談。これねガチな体験談なんだけども、うん、高校、1年生の時野球部のグラウンドはね2つあるんですよ。1軍用みたいなで、うん、2軍グラウンドみたいな感じあるのね、うん、でその間に墓があるのよ。うわそうで寮がその横にあるのよ、うん、OB がなんかたまに練習見に行くんだよ、うん、だからそのなんだろう当時の話をしてくれるのね。昔は実は今お前らがいるこの1軍のグラウンドは墓だったんだよって、でもそれを埋めて今1軍のグラウンドがあって、だからお前らが住んでるこの寮、まあ、東流館っていう名前なんですよ。寮は東流館のところも墓だった。じゃあうちら住んでるとこって何、もともとお墓があったところの上に寝てんのみたいな感じになって、怖いのが寮2階建てなんだけども、うちが住んでた部屋は1階で、夜中とかに先輩の部屋に洗濯物をこうやって代わりにやってたんだよ。だから2階の先輩の寮のその部屋に行くときに一個一個その部屋の入り口の上にお札が貼ったの全部。えって思って、で1階じゃないんだよ。でそれで先輩に、寮の先輩に聞いたら、ああ東流館も本当にガチで幽霊出るからマジで気をつけた方がいいよみたいな言われて、うん、でもそういう体験ないから分かんなかったんだけども、その先輩に言われた後になんかそういう意識になっちゃうじゃん、うん、あ幽霊出るんだみたいな、うん、
でそういう意識を持ったまま、うちはあの1階の洗濯場の方に行って、先輩の、服をまたこうやってガーってやってる時に、その洗濯場の裏に田んぼがあるの、ね、田んぼの真ん中らへんになんか白い影みたいのが、うん、なんかそういうのが立ってて、その周りをなんか白いなんかモヤモヤが何個かこうやってずっとくるくる回ってんの、うん、えって思って、で毎回夜中に洗濯場に行くと絶対にあるんだよ。なんで？わかんない。でその後先輩に、他の先輩に、なんか畑になんかこうやって白いなんか光がなんかあるんですよねみたいな、だから、うん、あ多分幽霊じゃないのみたいな感じで言われて、うん、みたいな、うちが見た幽霊、うん、幽霊らしきものは、うん、あ多分本当のガチモンだったんだなって今思ったら、うん、なんかすごい怖く感じる。うちの2個目の話ですか。なんか友達と5人ぐらいでドライブ行ってて、うん、でドライブしてて心霊スポットに行こうってなって、私の親友の H ちゃん、うん、H ちゃんがホテル〇〇ってところがちょっと怖かったよみたいな、で前行った時になんかすごい怖くて、車とかに手形もいっぱいついてたし、なんか動画とか撮ったら光みたいなのがピュン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 みたいなめっちゃ飛んでたし、うん、でその話を聞いて運転手の男の子が、うん、なんか「え楽しそうじゃん」みたいな「行きたい行きたい」みたいな言ってたの、うん、でうちはその話聞いて正直行きたくなくて、うん、いや行くのやめようってなったんだけど、なんか怖がんねん行こうぜみたいになって、うん、うちらがいくら行きたくないって言っても無理やりそのホテル丸々のところに行かされたの、うん、でその時は特に何もなかったの。でも、うん、その運転手の子がめちゃくちゃふざけてて、うん、なんか怖い心霊系の音楽とか流したり、いや全然怖くねえしみたいな、その子はふざけてたの、うん、でその時何もなく終わったんだけど、その数日後にその男の子が車にひかれて植物状態になっちゃって、うん、ええ、ついこの間目が覚めたの。あそう、ふざけてその車の事故に遭っちゃったのが年末、最近じゃん。いやなんかさ思うのが、うん、バカにしちゃいけないんだろうなって思った。なんかこういう、うん、うん、ふざけちゃいけないなと思って、そうふざけちゃいけないって思うし、うん、で逆にうちはね、なんか確かにその心霊現象とかってさ、うん、まあできれば自分の身周りには起きてほしくないって思うし、うん、でもなんだろう、もし例えば自分がね、今いつか死ぬけどみんな人間、うん、死んだ後に無になるっていうのはうち嫌なのね。うん、心霊現象嫌だけども、でもそういう、うん、あまあ世界があってもいいんじゃないのかなとうち思う。確かに、うん、やっぱそこで終わりじゃないんだなっていう、なんかいい意味でのポジティブな希望が持てるっていうか、うん、また別の世界があるんだなっていう、なんかそういう風にうちは思ってる、一応ね、あのたまに少し、まあ、スパイスを入れるっていう形で、今回はちょっと私たちのその体験談、身の回りに今まであの、うん、あった話をちょっと今回させていただきました、うん、まあ少しでもこの動画が怖いかなっていう方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル、青木かの秘密箱と芋口の SNS も画面の下に貼っておりますので、ぜひそちらもフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。探しで埋もれてゆく